4人でデビューした戦友です。本当にパワフルでめちゃくちゃ天才で奇才な芸人だと思っています。そんな南部さんの芸をもっと見たかったですよ。本当に残念です。デビュー当時一緒にパフォーマンス芸的なネタを作って頑張っていたことが昨日のことのような感じです。それだけ僕からしたらインパクトのある方でした。自然災害や病気、コロナウイルスで多くの方が亡くなっており、日本の死亡率は平均より 1.55 倍高い 12.9% となっています。そこで今回は2024年になって亡くなってしまった芸能人を死因とともに20名ご紹介します。1人目は過激パフォーマンスグループ電撃ネットワークのリーダーである南部虎太さんです。人工透析なんてやったら週3日何時間も拘束されてしまう。そうなったら地方公演や海外ツアーに行けなくなるじゃないか。そんなのは絶対に嫌だね。針治療や電気治療で今後も糖尿病と戦っていけばいいさ。あなたお願いよ。私は少しでも長くあなたと人生を共にしていきたいの。私の肝臓を提供するからちゃんと健康になるように。絶対にうまくいくはずないだろ。お前とは血液型が全く違うんだから。2019年には肝臓移植手術もし、しばらくはお酒を飲めるまで回復していました。しかし進行が深かったエスパー伊藤さんを追うように1月20日脳卒中を引き起こし、72歳でこの世を去ってしまいました。4人でデビューした戦友です。本当にパワフルでめちゃくちゃ天才で奇才な芸人だと思っています。そんな南部さんの芸をもっと見たかったですよ。本当に残念です。デビュー当時一緒にパフォーマンス芸的なネタを作って頑張っていたことが昨日のことのような感じです。それだけ僕らからしたらインパクトのある方でした。かつて仲間であったダチョウ倶楽部の2人は最後まで尊敬できる人だったとコメントを発表していました。2人目はドラマ黒川の手帳で主役を務めた山本陽子さんです。舞台に向けての準備は大丈夫そうですか？ええ、どういった話し方がいいのか、このセリフはどのような表情をすればいいのか、私なりにいろいろ考えながら準備を進めているわ。早く皆さんの前で演じるのが待ち遠しいくらいですよ。これからも陽子さんの演技を見たいというファンの方も多くいますから、お体には気をつけて頑張っていきましょうね。事務所代表と別れ、自宅に帰宅した山本陽子さんでしたが、帰宅直後に体調が急変してしまいました。亡くなる数時間前まで一緒にいて、いつもと変わらない様子で帰宅されていたので、正直今でも信じられません。陽子さんは常に傍らにいた私から見ても、最後の瞬間まで自由に生きた幸せな人生だったと思います。山本陽子さんは2月20日急性心不全を起こし、81歳でこの世を去ってしまいました。3人目は名バイブレーターとして様々なドラマや映画で活躍していた寺田みのりさんです。寺田さん、お薬の時間です。体調は大丈夫ですか？少しきつい時もあるけど大丈夫だよ。僕は最後までこの仕事を続けていきたいからね。治療を行いつつ仕事が一日でも長くできるようにしていかないとね。病気を患っていて治療を行いながら仕事に励んでいました。そして治療で完治することを諦めずにいたのですが、その願いが叶うことはありませんでした。寺田実さんと何度か一緒にお仕事されていたと思いますが、振り返るとどのような方でしたか？寺田さんとは数本一緒にお仕事させていただいて、もう10年以上前のことになります。覚えているのは印鑑を紙に押しながらセリフを言うシーンで、その仕草を何度も練習しアドリブも入れたりされていました。本当に芝居熱心な方なんだなと今でも思いますね。寺田実さんは3月14日肺がんのため81歳でこの世を去ってしまいました。4人目は NHK 連続テレビ小説おちょやんにも出演していた佐川光雄さんです。検査結果ですが、佐川さんは胃がんを患っていることが判明しました。胃がんですか？それはがんを摘出することはできる状態ですか？幸い早期発見でしたので手術して摘出することは可能です。しかし胃の3分の2は切除する可能性が高いです。がんを摘出して演技の仕事がまたできるならそれで構いません。とにかく今は妻と共にまだまだ頑張っていきたいんです。2003年には胃がんで胃の3分の2を摘出し、2018年には脊椎間狭窄症の手術も受けていました。しかし近年は体調不良により入退院を繰り返していたのです。あなた、今日は病院食も全部食べられたんですってね。よかったわね。たまたまだよ。今日は体調が良かっただけさ。またいつ悪くなるかわからないから、もしかしたら明日にはまた悪くなるかもしれないんだし、今のうちに食べられる時は食べないとな。そうね、私も毎日あなたの様子を見に来ますからね。
毎日こうして看病してくれてありがとう。君のためにも長生きできるように頑張って戦うよ。佐川光雄さんは胆嚢炎を引き起こし、4月12日84歳でこの世を去ってしまいました。5人目は NHK 大河ドラマやドラマ GTO の教頭役でも知られている中尾彬さんです。急性肺炎だと分かった時の状況はどんな感じだったんですか？テレビで明るくお休みという時は危ないんですよ。もうその時にはレントゲンでは肺が真っ白になっていて危篤状態だったんです。もうね、僕も何を話したとか誰が助けに来てくれたとか覚えてないのよ。車の中で動いている感じがして目が覚めた時には管だらけだったね。一時は集中治療室に入るほど状態が悪化していたそうですが、無事に回復して仕事にも復帰していました。しかし就活をテレビで語っていた1年後に、すまんね、君を置いて僕が先に行ってしまうなんて。まだそうと決まったわけじゃないわ。あなたはこうやって体調が悪くなってもまた元気になれる強い人よ。そうだったらよかったんだけどね。どうやらそう長くもないみたいだ。僕と結婚してくれてありがとう。ダメよ。ねえ、もう一度目を開けて。中尾彬さんは心不全により5月16日、81歳で帰らぬ人となってしまいました。6人目は演劇界の革命児と呼ばれていた唐十郎さんです。やっと家に着いたな。明日からは数日休みをもらえたし、のんびり過ごす時間を作らないとな。家の鍵は、なんだか頭が、誰か。大丈夫ですか？今救急車呼びますから。先生、父は大丈夫なんですか？倒れただけですよね。落ち着いて聞いてください。お父様は急性硬膜下血腫を引き起こしてしまったようです。おそらく倒れる直前に強い頭痛があり、そのまま倒れてしまったのだと思います。最悪の場合、覚悟しておいてください。唐十郎さんは緊急搬送された3日後の5月4日に急性硬膜下血腫のため84歳で帰らぬ人となってしまいました。7人目は NHK 連続テレビ小説おしんや NHK 大河ドラマにも出演していた山田雅さんです。山田さん、体の方はいかがですか？そうね、最近なんだかちょっとかたる気がするのよね。でもきっと年のせいかもしれないわね。やだわ、最近まで仕事していたのにね。お仕事を長年頑張ってきたから体が休んでいいですよって言ってるんだと思いますよ。ここにいる間はあまり無理をしないで過ごしましょうね。私ももう90歳を過ぎたからそう長くは生きられないかもしれないけど、ここにいる間は残りの人生をゆっくり過ごさないとね。何言ってるんですか？山田さんまだまだ長生きしますからね。そんな悲しいこと言わないでくださいよ。最後は老人ホームで生活していた山田雅さんでしたが、肝細胞がんを患ってしまい、6月16日に94歳で帰らぬ人となってしまいました。8人目は会いたくて会いたくてのヒット曲や人気ユニット3人娘でも知られている園真理さんです。実はね、乳がんを患ってしまったの。乳がんっていつから？2007年くらいかな。最初は顔のほてりとか体温の変動とかの更年期症状に悩まされて婦人科に相談したのがきっかけだったのよ。それってもしかしてホルモン補充療法を受けるための検査で分かったってこと？その通りよ。幸い早期発見だったから手術を受ければ大丈夫みたいなんだけどね。早期発見できたのは不幸中の幸いだったかもね。お見舞い行くからね。検査で判明した乳がんは手術をし回復していましたが、手術から11年後の2019年に再発してしまいました。私ももうそう長くは生きられないみたいね。そんなこと言わないで。あなたならまだ生きていかれるわよ。そうよ、まだまだ私たち3人は一緒に過ごせるわ。だからしっかりしなさい。2人ともありがとう。あなたたちみたいな友人に見守られて私は幸せだったわ。ありがとう。最後は急性心不全により仲のいい友人に見守られて7月26日に80歳でこの世を去ってしまいました。9人目は舞台を中心に長く活躍しNHK 連続テレビ小説芋たこ南京などにも出演していた加藤圭さんです。今度また一人語りの朗読劇の仕事があるのよね。それに向けて練習しないとね。すごいですね。年齢を重ねても仕事をし続けられるっていうのは本当にすごいことですよ。尊敬します。こんな年寄りでもまだ必要としてくれているのはありがたいからね。できる仕事はできるまでやらないと。頑張るのももちろん素晴らしいことですけど、あまり頑張りすぎないで体を第一に考えてくださいね。車椅子生活になっても舞台に出続けていた加藤圭さんでしたが、7月17日に老衰のため98歳で人生の幕を下ろしました。
10人目は数多くの有名ドラマに出演し、脇役でも存在感を示していた中村泰史さんです。お前が出てるドラマや映画は毎回楽しみなんだぜ。俺が主役じゃないのにそうやって見てくれると嬉しい限りだよ。主役じゃなかったってお前は演技力が高くて最高なんだよ。視聴者だってみんなそれを分かってると思うぜ。ありがとう。じゃあ明日も早いからそろそろ俺行くわ。明日の撮影もまた忙しくなるんだろうな。あれ、呼吸が来るし、中村泰史さんは7月10日に急性心不全により51歳という若さでこの世を去ってしまいました。あまりにも早すぎる突然のお別れにスタッフや共演者は驚きを隠せないという声が多く上がっています。11人目はドラマ水戸黄門をはじめ様々な有名時代劇に出演していた赤塚正人さんです。最近物がうまく飲み込めなかったり胸も時々痛むんです。これから詳しい検査をしていきますが、おそらくそういった症状であれば食道癌で間違いないでしょう。あのさ、申し訳ないんだけどしばらく新しい仕事を断ってほしいんだ。やっぱりどこか体調が良くなかったんですか？こないだ病院で調べてもらったら食道癌って判断された。だからしばらく入退院を繰り返すと思うし、体調ももっと悪化する恐れがある。これからも仕事できるように今は何も受け付けないでほしい。仕事復帰できるように治療も励んでいたそうですが、残念ながら食道癌によって7月4日73歳でこの世を去ってしまいました。12人目は NHK 大河ドラマや時代劇、ミュージカルと幅広い活動をしていた浜畑健吉さんです。早く退院してまた仕事復帰しないとな。そうですね。でもそのためにはまず治療に専念して治すことが第一ですよ。そうだよな。でもこうしてお前がそばにいてくれるだけで一人じゃないんだなって、頑張れるなって思えるんだ。ありがとうな。関係者の方もあなたを待っている方が多くいますから、そのために私は全力でサポートしますよ。浜畑健吉さんは前立腺がんの治療に専念していましたが、7月2日、81歳で帰らぬ人となってしまいました。13人目はふくよかな体から繰り出すドヤサのギャグなどで親しまれていた今くるよさんです。皆さんお待たせしました。我らが姉さんの今くるよさんです。皆さん今日はお越しいただきありがとうございます。いやー、もう年なので車椅子がないと動けないんですよね。でもね、皆さんの前で命が尽きるまでお笑い頑張りますからね。ドヤサ。さすが姉さんのドヤサは日本一、ほんま頼もしいですわ。今くるよさんは闘病中だと分からせないように振る舞い、最後まで舞台に立ち続けていました。しかし膵臓がんによって5月27日、76歳でこの世を去ってしまいました。14人目は98年に発売したノラが約80万枚のロングヒットとなった門倉ゆきさんです。なんか最近胸に出来物みたいなのがあるんだよね。出来物？それって大丈夫なの？まあ市販の塗っておけばなんとかなると思うんだ。次第に痛みが増してきてしまい、2019年には貧血気味で倒れ緊急入院することになってしまいました。貧血はだいぶ落ち着いてきたみたいですね。点滴もしてもらったのでだいぶ体が良くなりました。門倉さん、実はもっと深刻なお話をしなければなりません。胸に違和感を感じていませんか？去年の8月頃から出来物みたいなのがあると思って、最近はちょっと痛みもありますけど。おそらく乳がんを発症している可能性が極めて高いです。まずは詳しく検査してみましょう。こうして乳がんが発覚し、もう一度ステージに立つために治療に専念していましたが、6月6日、50歳という若すぎる人生に幕を下ろすことになってしまったのです。15人目は奇跡のカンパネラで知られている有名ピアニストの藤子ヘミングさんです。なるべく安静にしていないとまた体調が悪化してしまいますよ。お願いですから少しは体を休めてください。何言ってるの。私はどんな病気を患ってもピアノだけは優先して弾き続けるんだから。自分の体なんてどうでもいいの。ピアノだけに人生をかけてるのよ。そうは言ってもピアノを弾き続けるためには体が第一じゃないですか。大丈夫よ。治療やリハビリもしっかり行ってるんだから。私のピアノで少しでも多くの人に感動してほしいのよ。様々な困難に立ち向かい、治療に励みながらもピアノだけは続けていた藤子ヘミングさんですが、5月2日に膵がんにより92歳で帰らぬ人となってしまいました。16人目は世界的指揮者として誰もが一度はその名を耳にしたことがある小沢誠二さんです。小沢さん、もう体調の方は大丈夫なんですか？
出演を断念して治療に専念したおかげでなんとか復帰することができたよ。迷惑かけたね。それはとても良かったです。お体のことが心配でしたが、お元気そうで嬉しいです。今回病気を患ってつくづく音楽の力がどれだけ偉大なのかよく分かったよ。入院中は音楽に励まされてリハビリや治療も頑張れたからね。一度は復帰したものの、2019年には急性気管支炎で再度入院となり、長年闘病生活を繰り返していたのです。しかし最後は心不全によって2月6日、88歳でこの世を去ってしまいました。音楽を愛し音楽に愛された人生でした。父のことを思ってくださった時は父の愛した音を聞いてください。それに勝る喜びはありません。世界の小沢と称された父のことを今もこれからも誇りに思って生きていきます。息子である俳優の小沢幸義さんは、音楽に愛された人生だったと父親への追悼コメントを発表していました。17人目はコルゲンフィニッシュ講話のテレビ CM で有名になった小金沢翔司さんです。翔司君、体の具合はどうだね。わざわざ見舞いに来ていただいてありがとうございます。体調は良くなったり悪くなったり繰り返していて、なかなか安定しないんですよね。早くファンの皆さんの前に立ってまた歌いたいんですけど。こればかりは仕方ないさ。無理をしてもまた体調を崩してしまうからね。まずは体を治すことを最優先で、ゆっくり休みなさい。体調不良が続き入退院を繰り返していた小金沢翔司さんですが、最後は呼吸不全のため65歳という若さで帰らぬ人となってしまいました。誠に残念です。愛弟子である小金沢翔司君の訃報を聞き、あまりにも悲しくて胸が痛みます。最近は体調を崩していると聞き、私もお見舞いに行ったこともあります。縁あって出会い、今日までの泣き笑い、たくさんの思い出を置いたまま旅立ってしまいました。いつまでも忘れないよ。ありがとう。師匠であった北島三郎さんは、愛弟子の若すぎる訃報を悲しみつつ、いつまでも忘れないことをコメントしていました。18人目はアニメフランダースの犬のハンス役や CM のチャルメラおじさん役などで有名な村松野草さんです。僕はもう長生きはできないんだろうね。体力の衰えから入院したけど、そろそろ限界みたいだよ。そんなこと言わないでちょうだいよ。あなたの声を必要としてる人はまだ大勢いますし、私だってあなたとまだいろんな話をしたいんだから。僕だって同じさ。でも体はそうもいかないんだよ。自分でもなんとなくもうダメなことくらいわかってるよ。君は僕を元気づけるために言ってくれてるんだろうけど、先生からもう覚悟してほしいって言われているんだろう。ごめんなさい。できることなら私も一緒に行きたいのに。そんなこと言うんじゃないよ。僕は君と結婚できて幸せだったし、声優としてももう悔いはないよ。君を残すことだけが悔しいけど、僕よりも長生きして人生を楽しむんだよ。今までありがとう。今年に入り体力の衰えから入院していた村松野草さん、最後は妻に看取られ、老衰のため横浜市内の病院で静かに息を引き取り、91歳という長い人生に幕を下ろしました。19人目はアニメパーマンのパーマン1号役で知られている三輪克恵さんです。最近急な息切れや冷や汗がものすごいんです。発熱もたまにあって。なるほど。咳や背中の痛みなどはありませんか？今のところあまりないんですけど。体に異変を感じた三輪克恵さんは病院へ行き、診察を受けた結果、急性肺塞栓症という病気を患っていたことが判明したのです。この病気の治療法は2つあって、入院するかしないかで変わってくるのですが、どうしますか？私は最後まで声優という仕事を続けたいので、入院しない方法でお願いします。こうして薬を飲みながら声優の仕事を続けていた三輪克恵さんですが、残念ながら6月19日、80歳で帰らぬ人となってしまいました。20人目はアニメサザエさんで2代目花沢さんを務めていた山本恵子さんです。今日は咳と発熱が少し心配だわ。それでも今日乗り切らないと。恵子さん、風邪ですか？大丈夫ですか？あまり無理しない方が。大丈夫よ、これくらい。少し風邪気味なだけだから。でも念のため仕事を少しセーブしてもらえると助かるわ。わかりました。体調回復に努めていきましょう。まさか病気とかじゃないですよね？そんなわけないじゃない、ただの風邪よ。病気なんて誰にも知られたくないし、心配かけたくないからね。このまま黙っておかないと。山本恵子さんは肺血症を患っていたのですが、誰にも心配させたくないという思いからか、これまで一度も公表していなかったのです。
弊社所属の山本恵子が4月18日に肺血症のため永眠いたしました。ここに生前賜りましたご講義を陳謝し謹んでご通知申し上げます。ご遺族のご意向によりご報告が遅くなりましたことご了承のほどお願い申し上げます。最後の最後まで誰にも病気を公表せずに4月18日敗血症によって83歳で人生の幕を下ろしました。今回は2024年になって亡くなってしまった芸能人を20人ご紹介しました。この他にも多くの有名人や著名人が病気などによってこの世を去っています。すべての方にお悔やみ申し上げます。そして安らかにお休みください。病気で亡くなった人が多かったけど、今年もまだ終わってない中でこれだけの人が亡くなっているなんて、どの人もこの先忘れてはならない人たちが帰らぬ人になってしまったとは本当に悲しいぜ。まだこの他にも多くの方が亡くなっているんですよ。知らなかっただけでこんなにも大勢の方が病気だったり老衰だったり様々な原因で帰らぬ人となってしまったんですね。すべての方に心からお悔やみ申し上げます。